お世話になります、ひとりでございます。ポケモンではよくストーリー中に負けてみたみたいなことがよく検証されると思うんですが、今回は冠の雪原でね、初めて対戦するピオニーに負けてみたいと思います。さてどうなるのか検証していきましょう。はい、じゃあここでピオニーイベントやっていきましょう。絡まれて困ってるの、親父の相手よろしくね、ということでピオニーさんと戦うわけですね。このストーリーは皆さんやったかと思うんですが、強いから覚悟しろいとか言われるんですが、負けてみたらどうなんでしょうか。その強さを証明させてしまったらどうなんでしょうか。ピオニー来ましたね。70レベルでございまして、こっちは不思議そうメスレベル19でございますこいつ1体だけで来ました。体当たりでも打っときましょうか。とりあえずヘビー棒やられていく。おっちんでどうなんの。はい、ここでもう負けだよね。負けてしまった。いいの？だっ！知ったやるがまだまだやばいぜ。ん？あ、これちゃんと別のセリフですよね、多分。愛しの我が子、シャクちゃんがいねー。本当に親子？おうよ、それ以外にどう見えるって。でもここは同じか。え、他はもう全く一緒かな？あ、普通に負けても勝っても全く関係なく進むっていう感じかな？これマジか。え、それマジでやばいっすね。というのも、私別の動画でバッチ0個で冠雪原に行けるのかっていうことを検証したんですね。でそしたら、まあ、結果行ってしまうと行けたんですよ、冠雪原に。ただレベルが今ご覧いただいた通り70レベルで出てくるんですね、バッチ0個だとしても。でそしたらどうなるかというと、冠の雪原配信されてから、あ、じゃあストーリーやろうって思った人はいきなり冠雪原に行くことができまして、それでかつピオニーに負けても先に進めるわけですから、この後も行けるわけですよ。で次はどうなるかというと、皆さんご存知ダイマックスアドベンチャーをやることになるんですよね。であれはレンタルポケモンなので、自分のポケモンの強さって関係ないんですよ。つまり長くなりましたが、バッチ0個の状態でスイ君とかをめっちゃ合法的に裏技的な感じでもなく捕まえられるわけなんですよね。なので確かあれ65レベとかそんぐらいでしたよね。ですのでバッチ0個で65レベのね、伝説ポケモンを手に入れてどんどん先に進むことができるっていうね、素晴らしい無双ゲーになるわけです。なのでこれは地味に重要な発見なんですよね。まあ、なんで、まあ、結構これって意外と知らない方多いと思いますので、で私自身も知らなかったので、ぜひね、あなたの身近にいるカレピお兄ちゃんに教えてあげてくださいね。